最後そのバトン、大きな意味を持たせてあのファンの人たちにバトンを託すという演出がありましたが、小野さん的にはそのここであのバトンは何の意味ですかって聞かれてもあえて答えなずに、うん、そのみんなで考えてくださいっていうふうにことなんですかね、うん、そうだね、うんうん、せっかく1980年の87年とかぐらいからリリースするっていうか、うん、っていうところなんだけれども、せっかくその頃からの映像からあれはあるので、はい、うんうん、一つずっと貫いて、うん、登場しているものっていうのはあのバトンだよね。あ、はいはい、うん、ちょっと聖火リレーみたいな感じですかね、うん、本当に、まあ、4人目のテーマかもしれないですね、うん、で、まあスターウォーズも今年またあるけれど、はい、うん、もうライトセーバーありますね、うん、でもさすがに21世紀でも本当にああいうふうに光ってみんな子供たち遊んでんだろうなとぐらいは思ってたね、はい、思ってたんだけど、うん、やっぱあれは難しいんだね、まだね、できないね、まだ未だにね、うん、やっぱりトイザラス行ってもあれはないでしょう、うん、そうですよね、最初からガワついたやつはあるけど、うん、ビューンと出るやつはないですもんね、ルミ一貫も無理だし、うんうん、だあれできない、どれぐらいになったらできるのかなと思ってね、うん、だからそういう意味ではやっぱりジョージ・ルーカスとかもすごいなと思うけど、うんうん、そうか、できそうだけどできないところをやってるってことですね、うん、そうだね、だからバトンも本当は、うんうん、今もうできてればああいう風にしたかったね、え、うんうん、やれてればね、はい、こうポンっておいたらふわっと出て、ああいう感じに出る風な感じで、それをずっと渡していきたかったけどね、うん、その技術がそのバトンをもう一回作ってくれたら、その頃にはひょっとしたら TM もう一回やるかもねっていう、あれできたらやろうかな、うん、あれがビューンってなったらやる、うん、あれがこう、こう持って、うん、持ってほんとシュッてなったらね、うん、それが一つあれかもしれないですね、うん、次いつですかって聞いたら、うん、答えかもしれないです、うん、いやあればっかりは本当なかなか、なんか24ぐらいでさ、うん、なんかそんなようなものが来てももうあってもいいような気もするけれど、ないじゃない、ないですね、うん、なかなか、うん、言われれば確か21世紀だったらあれぐらいできてたような感じですよね、そうなんだよね、うん、まあ2人も嫌いじゃない、メンバーの2人も嫌いじゃないから当然なんだけど、うん、特に僕がそういった、うんうん、未来飛行のおもちゃみたいな感覚のものは好きなんだよね、うん、なので、うん、あいつも好き、嫌いじゃないので、うん、好きな方ではあると思うので、うん、だからそこは特に気は本当3人合ってるかもしれないね、うんうん、今回ね、音楽の話ほとんど長いけどねシンシサイザーって言葉一回も言ってなかった、言ってないんじゃないかっていうぐらい、ギターとかギターのなんかね、うん、フェンダーとかね、そういうのも何も言ってない、言ってないけれど、うん、いい絵が撮れたというか、とかそっちだったりとかで、まあそれは本当やっと21世紀が始まりだしたのかなっていう風潮でもあるのかなって気はするかな、うん、エンターテインメントのショーというか、はい、ものを見せるときに、その、うん、音楽を本当に音楽を聴くのは小箱をで、うんうん、間近でこう、うん、実際にこう生のマイクを通さなくても聞こえてくるぐらいのところで聞くのが、うん、21世紀のもしかしたら音楽の聴き方 かもしれないし、はい、うんうん、でもっとすごいそういったアミューズメント、エンターテインメントとしてはフェスだったりする形が、うん、今の一つの、うん、まあ、流れなのかなっていうところでいくと、うん、そういった音楽以外の部分に力を注ぐのは当たり前かなっていう、うんうんうん、っていう3年間だった気がしますね、うん。